オータウン行く構内に留置中の E233、京戦番台オータウン行くは、東京都大田区にある、東日本旅客鉄道東京支社の運転士、車掌が所属する組織である。本校では、旧、蒲田電車区についても記述する。乗務員などの施設となる事務所は、蒲田駅近くの大田区役所庁舎と、東急リート蒲田ビルに挟まれた土地にある二棟の、ビルのうち、 東海道線の線路側のビルが大田運浴の原業事務所である。建物は地上6階建て、1階は駐車場件保守作業ヤード、2階以上が乗務員事務所等である。2019年7月1日に駅員の異常事態を訓練を目的とした総合訓練センターかまたトレーニングセンターが開設された。もともとは電車ことテニスコートなどがあった場所であるが、 トレーニングセンター建設に伴い解体された。校内には、エバラ線と称する190メートルの訓練線2本と、80メートルの訓練線1本を備えている。その両端には訓練用の大田駅と、志久田駅が用意された。京浜東北線用の E233 系1000番台に、似せた小型の訓練用、車両2両がある。主な訓練内容は、 ホーム上での基本動作訓練お客様救済訓練、列車未派輪訓練落とし物習得訓練、鎌田電車区は東日本旅客鉄道東京支社の運転士が所属していた組織。1996年12月のダイヤ改正までは車両が配置される車両基地であったが、その後も検査部門は残り、京浜東北線の電車が留置されて、資料検査も行われていた。 東京地域本社を意味する東と鎌田の電報略号である鎌から構成された東鎌であった。1996年12月1日以降配置されている車両はなかった。ただし、それ以降も京浜東北専用車両の車庫として使用されている。松本清張の小説、砂の器には大田運浴の前身である国鉄鎌田総車場が登場するため、 同名の映画やテレビドラマのロケに使われた。ありがとうございます。